おはようございます。おはようございます。近い近い。また今年もエンジンのおすすめの、はい、エンジンプロスタッフの羽生和彦です。今年も、新製品をご紹介させていただきます。でですね、スペルバウンドコア、今ハイクラスとなってます。まあまあまず、釣り子さんにもハブカップで聞かれたんですけど、まあ、まずハイクラスと何ぞやっていうところ、まあ今までとか大体2万5000円ぐらいで、今4万円ぐらいになってて、まず何が違うのっていうところなんですけど、今全部違います。でまずブランクス、今までのはある程度こう同じような素材の機種によって、そんで、まあ、もちろん硬さとか厚さとかは違うんですけど、その使ってる素材に大きな変化はなかったんですけど、ハイクラスに関してはまず 100% カーボン、グラスが一切入ってないです。でかつアイテムによって、機種によって使うカーボンのトン数とかを全て変えてます。なおかつガイドが、今まではステンの SICS だったのを全部チタンの SICS にして、で一方マイクロガイドスペシャルについては、はい、チタンのトルザイトがついてます。でマイクロガイド、ただティップはチタンの SICS にしてます。それは、ラインの、まあ、ちょっとヨレとか防止で、トップガイドだけはトルザイトにしてないです。であとはアイテムによって全部リアグリップの長さとかも全て変えてる、まあ、徹底的にこだわった、ロッドですね。だから現状できる部分をほぼ容赦なく詰め込んだのがハイクラスで、まあ、持っていただくと、もう圧倒的にまず軽さが違うので、その時点で違いっていうのは、もう体感していただけると思います。スピニングに関しては重くても 70g で、だいたいドライトリグロッドに関しては 60g 台で、ベイトは全て 100g に下、まあ、90g だったり、ものによっては 80g。 1本フルソリッドがあるんで、フルソリッドはちょっと100超えてますけど、それでも、まあ、ちょっと前のフルソリッドが結構いろんなメーカーさんから出てた時代からすれば全然軽くなってるっていうようなのが、スペルバンドコアのハイクラスです。なおかつ結構リグ特化型、テーパーも変えてる感じですね。やっぱりいろんなフィールドでバスがこう巨大化してる中で、まあ暴走だとバットが強くて、ソリッドティップで前だけ曲がるっていうのが、重要なんですけど、まあ立ち木があるから鍵だとにすぐ引き離さなきゃいけないんで、ちょっと本当にバットパワーを持たせるんですけど、魚のサイズがでかいワカサギレイクとかだと、まあ走らせてトルクフルにこうバスが突っ込んでいくんで、それを無理やり止めようとすると口が切れちゃったりとか、あとはラインが切れちゃったりとか、そういうリスクがあるんで、オープンウォーターだから走らせられるんで、ちょっと全体的に曲がって硬さで上げるんじゃなくて、トルクでじわじわ上げてくるようなイメージのテーパーが多いのがハイクラスの特徴です。でその中で今年出るのはスピニングの2機種ですね。展示はいくつかしてるんですけど、スピニングの2機種が出ます。でリリースは両方とも2024年の3月にリリースになります。で1本目がこちらですね、CHS64MLSD サーフェイスダンスですね。ちなみにこの H っていうのが入るのがハイクラスです。で、まあ、このロッド、まあ、どういったロッドかっていうと、まあカエルです。サーフェイスダンスっていうのは、僕がその暴走カエルとか霞のカエルを使って競争で泳がせるのを踊らせるっていう風に例えたり、あとは釣りした時にこう踊らせるっていうのを例えてたんで、それで競争のダンスっていうのをそのままサブネームしました。だから P の1とか 1.2 をセットしてもらって、暴走カエルも霞のカエルもどちらも快適に扱える、なおかつ、ちょっとかなり、ね、投げやすくしてる。なのでどんな方が使っても飛距離が出しやすくて、投げやすいロッドに仕上がってる。だからおかっぱりで虫の吊るしとか、あとは、まあ、ネズミ系のルアー、そういったのも、まあ、おかっぱりでもボートでもネズミ系だったら使える、そんなロッドに仕上がってます。で全体が曲がって、よいしょ、
投げやすいんですけど、マイクロシリーズ共通して結構可変テーパーで作ってるんで、はい、投げるとき、あと魚をかけたときは曲がるんですけど、アクションをさせるときは結構ファーストテーパーで繊細に扱うことができるんで、あ、超ショートストリング、もうここまで、はい、でこれ、まあ、ぶっちゃけもここまで来たらチューブラでいいじゃんって思われる方もいると思うんですけど、このわずかなソリッドがその吊るしで出た時に、ハイシーズンだったらしっかり食ってくれるからいいんですけど、春とかあとは秋にちょっと弱いバイト出た時にここが一瞬キュッと入るんで、あとは表層で泳がしてる時も吸い込むようなバイトもちょっと入る、はい、このショートソリッドが実は結構効いてくる。いつでも本気バイトだったらチューブラでいいんですけど、そうはいかないんで、まあ、でちなみにこれ、税込みで4万7千3千なんですけど、まあ、33個 T100G っていう、まあ、それなりのカーボンを使っているようなロックですね。だから、曲がるんだけど粘りがあるんですよ。33トンカーボンって曲がるんだけど粘ってトルクがあるんで魚が寄せられる。だから吊るしたまんまにしててもギューッと耐えてくれて、あとは寄ってってすくう。おかっぱりだったら網伸ばしてすくう。そんなロックです、はい、でもう一本が SCHS66SULSD、ライトキャロスペシャルですね。こちらも3月にリリースになります。で、まあ、その名の通り、あとゴールドのリングがついてるんで、これスモールモデルの印なんですけど、まあ、スモールマウスのライトキャロ用のロードです。なので今までのスペルバンドコアのシリーズを持ってた方は結構意外に思うような超レギュラーテーパーです。あー結構後ろで曲がる調子ですね、はい、やっぱり長いリーダーのライトキャロを快適に投げるにはファーストテーパーよりもレギュラーテーパーよっこいしょーって感じで負けるってことです ね、 ですね。ただズル引きするときはこれ逆にロングソリッドなんで、砂地でもロックでも絶妙にうまく飛ばしすぎずに引っかかりすぎにこう引いてこれるようなソリッドディップです。だから厳密に言うと砂地のライトキャロとあのハンプトアのライトキャロってロッドが違うんですけど、まあ、なるべく1本でどっちでもこなせるように作ったのがこのロッドです。絶妙なスタック感を追求した、はい、っていう感じのロッドです、まあ、あとは、最近今ライブシューティングでスーベルキャロナーとか、はい、あとは僕ライトキャロ結構やるんですけど、はい、にも、使える。だから逃がしのライブサイトのそういうリーダーを組む釣りにも使えるんで、はい、まあ、スモール用で最初作ってたんですけど、最後完成して、そういう使い方も発見したんで、まあ、ラージでも全然 OK で曲がるんですけど、まあ、2キロオーバーのラージ春名湖で全然釣ってるんで、あのパワーがある。だブランチにトルクがあるんでジューッと浮いてくる、はい、3ポンドの糸を使っても2キロオーバーのラージ全然取れるようなロッドで、逆にサウナも上がってくれるからラインブレイクの心配はそんなにないっていうようなのがこのロッドです。ちなみに前に出たバッテだと思うんですけど、はい、フルソリッドの竿って何トンソリッドで、はい、ちなみにこれフルソリッド、はい、もう出てるんですけど、はい、30トン30トン、はい、にチタン SICS なチタンを乗せてるんで、はい、かなり、まあ、これで 106g なんで、はい、結構軽めに仕上がってて、かつシャープなんで、どうしよう、まあ、ヘビダンとか
そういうネコリグライトリング系もできるし、シャットとか、はい、あとはクランク、はい、ちっちゃめのクランク、はい、特にこれが寒い時期のシャットとかにも使えますよっていう感じに仕上がってます。だから感度もすごい良くなってるし、まあ、なんといってもやっぱ使い心地がシャープ、ハリネズミのような感じのなんて言ったらいいですか、ね、いや、わかりますよ、自分も、はい、いや、24トンだとちょっとだるいですよね、なっちゃうから、はい、何トンなのかなと思って、30トンで、はい、今の最新のガイドセッティングで、はい、今なりのフルソリッド、はい、で、かつ、リールシートもこだわって PMTS、 これはね、忘れないでもらいたいこういうの探してた人多いんじゃないかな、はい、このモデルだけ PMTS をつけてるんで、はい、他は全部 PCS つけてるんですけど、はい、これだけ PMTS をつけてるんで、はい、こういったところもこだわってやる。 H クラスが出て見分けつかないんですけど、コスモ的にどうすればいいですか。はい、基本的にはあえて見分けをつかないようにしてるんです。あ、そうなんだ。というのもやっぱり今までのスペルマンドコアのシリーズを使ってくださった方がいっぱいいて、はい、その間を埋める、かつあとは今までにあったようなのをさらにハイエンドにしてるんで、今までのところに逆にハイクラスだと全部まかない、例えば H がないとかあるんで、今まで使ってた中に混ぜてほしいという思いでやってるんで、あえて同じにしてるようなイメージにして、だから一緒に揃えた時にやっぱりコスメが違ったりすると揃えてる方って、まあ、ちょっとだったらこっちにしたいなとか違和感が出ちゃうと思うんで、あえて今まで使ってくださってた方が買い足せるようにしてるイメージです。そういうとこだったんですね、はい、いや俺これそっくりすぎてどういうことなんだろうっていう、あえてだったんですね、はい、やっぱりその今までのシリーズの方が価格とか自分の調光回数には合ってるって方ももちろんいらっしゃると思うしから、あっちはあっちでやってるし、で現状お店さんにもあるから、はい、そういった方々でもあこれも使って、例えばフルソリッドってなかなかないじゃないですか、はいはい、なんかその時にこれだけ例えばブランクス赤だったら、うん、ちょっと嫌じゃないですか、気持ち悪いだから揃えても違和感がないようにしてる、だから名前も残してる、だからハブさんのちょっと神経質な面が出てるわけですね。ここは揃ってないきっちりさんです。そうです。ああ、腑に落ちました。はい。いや、逆に大丈夫なのかなと思ってたんですけど、あえてそのレンタルボートとかで混載した時とかに、ね、きちっと綺麗に見えるようなようにしてます。でも例えばもうガラッと変えるんだったら、はい、ここも変えます。そうですね。値段がだいぶ変わったから。こここんな似てていいのかなっていう印象だけ気になってたんで、はい、もうだから次何年か後かとかにモデルチェンジするんだったら、はい、もうここも変えて見た目をガラッと変えます、うん、でもそこまではやっぱり今までのスペルマンのコアがやっぱかなりユーザーさんが多いんで、はい、やっぱその方に長く使ってもらうためにもあえて残してるって感じです。ありがとうございます、はい、してルアーがいっぱい、はい、この前新しいのいっぱい出てますよ。はい、とりあえずリリースになるものだけ喋りましょう、はいはい、一番前、はい、LFT の180、まあ、ライトフィッシュテール180ですね。でリリース3月です。で、まあ、今まで LFT145 あって、あれはワーム素材なんですけど、フローティングスフレードなのでエアホールがあるんですけど、180にした時にワーム素材で作るとエアホールを確保してもどうしても浮力がもうキープできない、はい、針を強いで、これ日本版にトレブル2本にしてるので、はい、なので浮力を確保するために素材エラストマーです。あ、この大きさでエラストマーだ、はい、結構実はエラストマーって浮力がめちゃめちゃ高いんで、トレブルフックを2本つけても何もない状態だと綺麗に泳がないんですよ。リップがあってもこうね斜めになっちゃう。だから腹側にだけ塩を入れてしっかり泳ぐようにしてる。結構塩入ってます。だから、純正でカマキリの3番がついてくるんですけど、2番とか例えば1番にしたらシンキングになってスローシンキングになる可能性は大いにありますとか多分なる。で僕の場合は 0.9 の沈めれば 0.9 のピックチェンジャーとかをつけてスローシンキングにして使う。あとは冬の
例えば亀山ダムニジマス入りました、白の釣り3メートルぐらいバスいますって時は、2.7 とか、3.5 とかのクイーンチェンジャーをつけてライブで見ながら沈めてってあげる方がいいと思います。で、エラストマーのいいところは浮力が確保できることと強度が出るってことと、ワームよりもなんといっても生めかしいアクションが出る、はい、これはもうあの泳がせていただいたり、あとはエンジンの YouTube で実際に動画が上がってるので見ていただきたいんですけど、テールアクションが従来の145よりもさらに生めかしくなっている。でスローに引いてもいいし、デジ巻きしてもいいし、早巻きして、早巻きからのストップ、はい、で食わしてもいいし、本当にタイトにピシピシピシみたいな感じで泳いでいくんで、はい、まあ結構びっくりするぐらい生めかしい動きが出るっていう感じですね。であと従来の ELFT145 も、まあ、海で使ってる方がいらっしゃったみたいで、はい、でもっとでかいのっていう話はあって、今回シーバスにも対応するようにワイヤーを取得してます。なのでまあ普通に、3番で、まあ、バーブ潰していただいた方がいいと思うのをバーブレスにしていただいたらそのままシーバスでも使える。で実際シーバス釣りやらないんですけど釣れるみたいなんで、ボートして壊れないんで、エラストマーだし、はい、ボートシーバスでも、試していただきたいなとは思ってます。40g ぐらいあるんで、あのボートシーバスで、海用のボートシーバスのベッドロッドで P でリーダー組んでも十分、飛ばせるウェイト。穴打ちとか逆に壊れないからめちゃめちゃいいと思います。そこだなと思って、はい、橋脚したタイトに入れ続ける展開の時とかに、はい、これだったらまあ確かに入れられるし、はい、でかいのも釣れそうだし、トレブルじゃなくてもいいわけですよね。シングルのアシストをつけてもらったら、はいはい、やっぱりトレブルで穴打ちとか強弱打ちしたらやっぱりバスもそうなんですけど、岩盤にぶつけるとポイントがダメになるじゃないですか。でも要はチラシのアシストに変えといたら針自体が逃げてくれるから、はい、フックポイントも壊れにくくなると思うんで、そういったところでそれだったらシンキングになることもないし、でもシーバスは多分沈めて使うと思うんで、そういう時に重りつけてもらった方が、で海だったら別にクイックチェンジャーじゃなくて次ナス大盛りのちっちゃいとか水平スプリントリングでも全然いいと思うし、まあ、その辺は逆に前にバレット進化でもいいと思うし、はい、やっていただければいろいろこう使い道は特に東京湾はあるのかなと思います。はい、はい、で一応、ライズ 2.8 っていうのとライク5っていうのを展示してるんですけど、まあ、これは参考出品です。一応、まあ、順番で言うとライク5を今年出したいと思ってるんですけど、まあ、ライクっていう名前を付ける以上は僕のこだわりが強すぎて、これまた形状変更するんで、はい、今のままでもぶっちゃけ釣れるんですよ。はい、ただ何が気に入らないんですか？動きがなんですよ。動きがなんもうちょっとこうなってほしいなって狙いにもうちょっと寄せるかもしれない。まあ寄せるかもしれない。まあここ最近のトヨタダムで全部これ釣ってるんですけど、あ、そうなんですか？釣れるんですよ。はい、ただ僕の中だと60点から70点ぐらいとか。これリグ何です？ジグヘッド。ミドストこんなボリューミーなのをミドスト展開で使ってる、はい、なんですけど、そうちょっとまだうにゃうにゃうにゃうとこがちょっとなんだろう、普通には釣れる、でも、まあ、ライクってのはもう釣れる以上はって感じです。もうちょっと、はい調整、はいはい、よりハイプレッシャーになっても釣れるようにする。このお尻に毛がついてるのは、はい、これなんですか？ライズ 2.8 です。これは何？競争用のピクピク専用ワーム。ピクピク専用、はい、まあ、もちろん IG で使っていただいてもいいんですけど、はい、ピクピク用です。はい、はい、で、まあ、今までライク僕の代名詞、まあ、エンジンとしてもかなり使ってくださってる方も多いルアーなんですけど、ライクになるとみんな思い描く形状があるじゃないですか。
で、ただこうだったらこうだよなっていうところも当然僕の中にはあるんですけど、ファクトライクファクトリーチューン的なものをライズのシリーズにしようかなみたいなイメージの第一弾です。じゃあまだまだいろんなアイディアもあるし、まだいっぱいあるけど、まあまあまあちょっといろいろ本当に必要なのかとか効果が出るのかとかも含めて少しずつやっていきたいなみたいな。だからぶっちゃけこれはもうずっとやりたかったんですよ。やりたかったけど、バチとかでこれをやっちゃうと、たまに痩せたのとかって出る。まあある意味に一つの執着になっちゃう。ドアについてるやつは比較的毎年春なんじゃない？コンクルージョン。やっぱりずっとピン。え？結論。横にコンクルージョンがいる。声が裏返りました。そうになっちゃうから、もうちょっといろいろ試しながら、はい、育てながら、はい、ただこれに関してはもう僕の中に圧倒的にもう具体的なビジョンがもう明確なものがあったから、ぶっちゃけこれ最初のサンプルなんですけど、はい、完成してきました。なんでなんですか、そういうルアー作る人たちのなんでそういうなんか釣り泊で毎回いろんな話聞いてきましたけど、なんでそういうのを思いつくの？やっぱりこれちょっと真面目な話しちゃいますけど、やっぱり釣りをする回数だと思います。やっぱりやってるとすごい釣れるっていうルアーがあっても釣れない時が出てくるんですよ。じゃあそこでなんで釣れないかを考えるんですよ。で、一般ユーザーさんは当然ルアーを作ったりするわけじゃないから、違うルアーだったり、じゃあ例えばこのルアーだったらどうだろう、この色だったらどうだろうっていうことになっていただきたいんですけど、僕たちはこのルアーのこの状況がどこが気に入らなかったのかっていうところを考えて、だったらこうしてみたらいいんじゃないかっていうところから形にしてるっていうのが多いですよ。はい、だから思いついちゃうの、はい、というか必要だから出てくるって感じ。まあ、例えば、はい、このお尻の毛が稚魚になるんです。だけどやっぱり吸着されないですよね。一体じゃない。だから頭の中で考えるんだったら前のボディは飛ばし受けなんですよ。ふわせんのは血流の稚魚を維持した毛の方、はい、だから春にワカサギを放流されて8月ぐらいにそいつらがこう上ずってくる。でその時に稚魚食いっていうのになるんですけど、3インチだとやっぱり1回食わなくなるんです。で秋になってワカサギがでかくなると逆にもう3インチが圧倒なんですよ。あとはそのワカサギが春に死ぬ時、浮いてるじゃないですか、そういう時はやっぱり3インチが圧倒なんですけど、やっぱり1年の中でその稚魚の時だけはどうにもならなくなる。で例えばじゃあベビーライクノーシンカーで飛ばして釣れるんですけど、やっぱり飛距離がなかなか出ないっていう時用に、まあ、開発しているのがライズの 2.8、まあ、ライズではモダイルとか、はい、うごめくとか、はい、そういうイメージですね。ライクは、バスが好きとか、うん、あとは何々みたい、ワカサギみたい、ベイトフィッシュみたいっていう意味でライクってつけてるんですけど、今回は、まあ、モダイルとか、そういうイメージでライズっていう名前にしてます。結構ね、はいはい、で、まあ、3インチのエラストマーが5月に出ます。今までの、で今まで売ってたあのライク 2.5 と3インチのワーム素材は、今年の3月に生産してそれで終わりになります。一応原材料高騰とかがあってちょっとなかなか再生産が難しいので、今回で一応ワーム素材は終わり、で一応今年そのワーム作ってで3月に作ってて5月1日エラストマーが出るっていう感じですね。で基本的に浮いてるんで、でネイルの 0.2 とか浮いて入れても浮くんで、競争の愛情をやりたい時に 0.2 のネイルを尻ぐらいに入れてもらって新、フックセットしてもらったら脳神経よりもはるかに飛ぶんで、ボイル打ち慣れてないけどチャレンジしてみたいっていう方とかにはすごいおすすめのルアーに仕上がってる。重量があるんで、逆に隣にあるベビーライクのエラストマン、これ今6月に出るんですけど、こいつはダウンショット、
ジグヘッドで、もう一つマットブライトキャッティ、まあ、ベビーライフはもともとワーム素材があって、それはまだ定番でやってるんですけど、やっぱりそのジグヘッドのライブサイトのツリーで、やっぱある一定時期すごくハマるんですよ。で、それにエラストマー素材にしてテールの絶妙な生めかしい動きを追加したらもっと釣れるんだろうっていうので作ったのがエラストマーです。ただ、まあ、ぶっちゃけ言います、これベビーライクでちょっともう禁じてくらい釣れるんですよ実際。なのでこれをエラストマーにしたらすげえ釣れるっていうのはもう分かってたんですよ。こういう風に攻めるのが僕は正直ここまでやる気はなかった、はい、まあ、ほぼ禁じ手なんで、表層を特に、ただやっぱりリクエストもあるし、まあ、1回どんだけ釣れるか見たかったっていうところもあるんで、今回まあ一応作りましたけど、まあ、あんまりやりすぎてもあれだから1回ぐらいでやめとこうかなぐらいに思ってます。あとはそれぐらい釣れます。で、一つ言えるのはエラストマーって浮力が高いんで姿勢が不自然になりやすいんですよ、はい、要は立っちゃう。その場合は 0.15 とか 0.2 とかのネイルを入れてください。そうすると水平、まあ、特にライトキャロ、ダウンショット圧倒的だよ、こうなりやすいんで、活性高い時はこうでも食うんですけど、やっぱりシビアになってくるとこれ嫌がるんで、そういう時はネイルを入れてください。ただベビーライクに関しては針縫い刺ししてあげれば針の重さで多分、ね、出てくれるんで、そこはどもりは必要ないから、はい、でも変わります。そこはちょっと秘密、はい、でもそこはすごい重要、はいはい、でさっきみたいにで、あとは、まあ、一応このホグとかはまた参考出品です、はい、でサーフェイスサングに関しては、去年出していて、今年、新色で追加になります。で基本的にはトレブルフックが2本ついて、ケツにフェザーのトレブルがついてるんですけど、まあ、状況によってケツはもう新セッティングです。フェザーとかだけにして、で前だけトリプルとかしてもらうと、いろいろ姿勢も変わって、沈み込んでるのがサーフェスハングの売りなんですけど、逆に見えすぎてるのを嫌がる時もあるから、そういう時は後ろのトリプルを取って水平に付けにしてもらったりとか、そういったいろんないじりもできるんで、いろいろ試していただきたいなと思います。で最後に一応ハンクルさんのスピンフライ30、まあ、これ、エンジンの方から、フライの30もともとあったやつ、ブレードつけたら、まあ、めっちゃ釣れるから、まあ、どうですかって泉さんに、僕あのハンクルさんにお世話になってるんで、でお願いして、まあ、製品化したのがこれですね。まあスモールマウスとか、あとはライブシューティングの釣りが主流になるんですけど、まあ、ただ巻きでもいいですし、でも僕の一番のすすめはボール、ボールとリフト、でもやっぱボールっすね、ですごい食ってくるんで、ぜひ使ってみてください。バストの缶釣りとかめっちゃ釣れます。海釣れんじゃないですか。そうですね。ネバージ、あれ、ハブさん最近春ナポの春ナ。はい、ハブさんですけど、ハブですね、なんかでっかいのいっぱい釣ってるじゃないですか、はい、なかなか自分行ったこともないんですけど、はいはい、あれ何で釣ってるんですか、ね、ライクライクって言っても、こんだけ今もうライクファミリーが増えちゃってるから、まあ、正直言います、僕去年もう何日春菜に行ったか分からなくて、はい、最後の方なんか1日に50アップ6本とか釣ってましたけど、かすごい SNS にバンって上げるじゃないですか、はい、紐を書いてないんですよ、はいはい、釣れるよみたいな感じ。例えばじゃあ去年、うん、春名湖で100本バス釣ってたとか制するじゃないですか、80本はライクとライク3、ライク 2.5、ライク3エラストマー、ライク 2.5 エラストマー以上。もう何で釣ってるの、表層、ジグヘッド、ライトキャロ、以上です。ああ、いろいろあんな。絶対隠してんな、これなんか。了解です。まあでも、まあ、ジグヘッドとライクファミリーと、あと最初に紹介した竿あたりになんか、まあ、なんか釣りまくってから OK が出てんだろうっていう話もありますから、想像して。
春名湖でハブさんに会えればちょっと教えてもらえるんですか。まあ、ぶっちゃけ言います。僕春名観光さんの桟橋では相当みんなに教えてます。あ、実際に竿を持って投げてこうやって動かしてるとか、はい、すげえ教えてるんです。僕それは春名湖がやっぱりどうしても地元の人がもともと多い湖で、はいはい、僕はどっちかというと、まあ、お邪魔させてもらってる側で、はいはいはい、地元の人たちを邪魔しろっていう人が全然ない、はいはいはい、ただ盛り上げてっていうぐらいなんで、まあ、特に地元の人、もともと来てる方たちには、はい、なるべくお教えするようにしてます。そこはもう隠す必要はないと思うし、そこから仕込みでもしかしたら漏れないようにしてあります。あれ出た、わかりました、はい、まあでもなんかヒントはいっぱい動画の中に隠れてんじゃないか。2024年は、ちなみに暴走コアじゃないですからね、うん、この間暴走コアって田中さんは勘違いしてましたけど、今レンタルボートトリップっていう企画なんですけど、早く暴走コア戻ってきてくださいよ。レンタルボートトリップで2024年は5、6回やろうと思って、はい、で千葉も結構やろうと思って、はい、流れで、はいはい、また見ていただければ、はい、と思います。はい、いかがだったでしょうか。2024年のエンジンの、まあ、僕が関わってるアイテムをご説明させていただきました。まあね、なかなかちょっとこうブラックバスもちょっと釣れない感じになってきてて、足が遠のいてる方も多いのかなと思うんですけど、まあ、今年ちょっとね冬あったかいから春の訪れも早いと思うんで、まあ、まず春でかいバス狙って3月中旬ぐらいからがやっぱり千葉とかはいいと思うんで、ぜひぜひフィールドに運んでみてください。釣り子さんでいっぱいいい動画を上げてくれると思うんで、そこを参考にしてぜひぜひチャレンジしてみてください。まあ、あと他の女子でも、まあ、ぜひみんなで釣り行って楽しみましょう。ありがとうございました。一つ、バチの釣りで多分みんな